皆さんこんにちは、竹林です。今日も YouTube 動画をご覧くださりましてありがとうございます。前回に続きまして、他人に対しまして指導する時の注意事項につきまして、行動経済学の観点からお話しいたします。まず相手に対しまして、余計な感情を想起させないということの大切さ、今までお話ししてきました。逆に言いますと、最初からもう指導しますよということで相手に心の準備をさせた上で、そしてその通りのお話をするということで相手は受け入れやすくなります。事前に明日3分ほどあなたのこの件につきましてちょっと気がついたことがありますのでお話ししますというふうに予告した上で、実際に3分で終わるということが大切です。この心の準備ということも大切ですし、それ以上に時間が短いということがあらかじめ分かっていると相手も受け入れやすいです。とにかく指導されている時間が長いと、それだけで苦痛です。この指導の内容そのものよりも長い話だったということが相手の印象に残ってしまいます。それを繰り返さないために、相手はミスしないようにしようというよりも、怒られないように取り繕おうという方が動機になってしまうというと本末転倒になってしまいます。そういった意味でも、まず指導するときには時間を短くして、その代わり指導する側もコンパクトに一言で相手に伝えるとした方がお互いにとって良いコミュニケーションになると信じております。今日の話はここまでにいたします。今日も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。